今日話するのは平野啓一郎さんについてです。平野啓一郎さんは1975年愛知県で生まれました。1999年京都大学法学部在学中に日食で芥川賞を受賞し作家デビューされます。その後結界で芸術選奨文部科学大臣新人賞、マチネの終わりにで渡辺淳一文学賞、ある男で読売文学賞を受賞されています。マチネの終わりにある男は映画化や英訳され国外でも高い評価を受けています。2023年には放送20年の三島由紀夫氏の思想と行動を分析した三島由紀夫論を刊行されています。作品ごとに変わる文体やジャンルの幅広さに加え、一つの作品内で扱われるテーマが多様で重層的です。美術や音楽に関する深い知識に基づいた重厚な作風や一人の人間が持つ多面性に焦点を当てた作品は読者を引き込みます。やっぱり私は本から離れられそうにありません。